はい、こんにちは。今回もね、この日産の GT-R レーシングカーを、紹介したいなというふうに思います。では、それがこちらに、なりますね。で、これも今ではだいぶもう希少車になってきてるんですが、ほとんどこれも見なくなりましたけどもね。これは長谷部川、選手率いる、イエローハット、スポーティーっていうかね、マシンと。で、これがちょっとね、漢字がね、ちょっとわからんもんで、ね、申し訳ないんですが、ちょっとね、お調べさせていただきますと、横溝ですね。横溝、直樹さんとロニー・クレーンタリックがドライブした、この幸せの黄色い GT-R は2008年シーズン第7戦模擬以外ではあまり目立たない年になってしまったと。で、その第7戦模擬ではウェイトなしプラス2ランクアップの経済配置リトラクター枠最大によって練習走行、予選、決勝前フリー走行でトップタイムをマークしただけでなく、決戦でも優勝し、全選手トップタイムといういわば完全試合の業績を、成し遂げたんですね。で、またモデギラウンドで JGTC 時代から続いていたホンダ車の連勝連敗をセブンで止めたと。で、この個体は2008年から2009年の第2戦以外は長谷部のマシンだったんですが、2010年には235車としてニスモのテスト車になり、2011年には GT300 からステップアップした NOLA のマシンとして使用され、その後、その NOLA は GT500 デビュー1年目にして見事チャンピオンを、獲得したんですね。で、235車として追い山鉄かながテスト走行している際に大クラッシュを施していると。で、そのダメージはメインフレームまで達したとの噂が流れているんですが、真相のところでは不明ですと。ただ、そういうふうに、クラッシュしてしまったので、もう今この車はもう、なくなってしまったっていうかね、非常にそういうところがこう残念なところですよね。ある意味、そういうね、実写というか、そういうエピソードというか、そういったものがあると、こういう車の価値ってどんどん高くなるんですね。何しろもう実車がほらもう大破しちゃってなくなっちゃってですから。ですからもう、ある意味も希少になるわけですよ。ミニカーとしたってね。それをもう実車が大破する前に、その車をデザインをさせてもらって、ミニカー化させてもらったものですから、もう今では希少車なんですね。だからこれはもう、そういう事情があって、どんどんこれで値上がりしてるんですよね。だから今じゃほとんどこれ買えなくなってしまいましたね。当時はね、400円ぐらいで買えたんですけど、今じゃそんな値段じゃ買えなくて、1000円、2000円ってどんどんこれ高くなってるんで、もう大変貴重な、車種になったなという感じです。でも、こういう感じの車っていうのもまだね、なかなかこう面白いところがあって、いいなっていうふうにね、思う車ではあるんじゃないかなというふうにね、思います。というわけで、どうもありがとうございました。